FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.さあ時刻は11時15分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動を活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容など様々な情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸市水戸の魅力発信課がコーディネート。これまでも高校生から80歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日のゲストはイケメンです。イケメンですよね。いやそんなことないです。言われますよね、たまに。はい、ご紹介します。一般社団法人国際空手道有芸館の師範代川上博さんです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はい。川上さんとても律儀な方で、今日ね番組がご出演が決まってからですね、昨日わざわざ Facebook にお友達申請していただきましてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。川上さんはそのまま今日はね空手のお話をねお伺いするんですが、はい、現在おいくつでいらっしゃるんですか。はい、38歳ですね。38歳。はい、既婚。はい、既婚です。残念ですね。結婚はどれぐらい、何歳ぐらいの時に。23か4ぐらいの時なんで、もう15年になりますね。早いですね、結婚がね。はい、じゃあもう結婚してからも15年以上です。はい、お子さんは。子供は2人います。娘が2人います。あ、そうですか。はい、上のお子さんは小学校4年生ですね。4年生で下のお子さんが、はい、まだ生まれて1歳になりません。あらら。じゃあもう早くお家帰りたいでしょ。まあそうですね。はい。このね今日は国際空手道有芸館の師範代というのをご紹介させていただいたんですが、はい、まあ、ちょっとまあ、師範とかねこういう言葉というのはなかなか聞き慣れないので、師範代というのは どういう字、まあ、師範は師匠の師に模範の範、はい、代というのはどういう字書くんですか。代わりという字なので、あ、まあ、先生に継ぐということだと思うんですけども、はい、じゃあ師範代の、まあ、上に師範がいて、はい、師範の上に、まあ、館長が、はい、ね、師範代という、じゃ指導する、はい、ね、立場でいらっしゃいます。そうですね。はい、まずね、その道場の有芸館についてお話を伺う前に、はい、川上さんはその空手との出会いというのは何歳ぐらいだったんですか。はい、僕は21になる本当に直前ぐらいの時に、自分が住んでた場所の近所にすぐこの、有芸館の道場ができたんですけども、はい、そちら、まあ、1年ぐらい経ってから、見に行ってみたら本当にすごいことをやってる世界だなと思って、うん、そこにもうすぐ惹かれて、うん、そこからのめり込んでいったような形ですね。すごいことってのはその初めて見たね、川上さん21歳が、はい、見たすごいことってどんなことだったんですか。僕は、ちっちゃい頃からサッカーをやったりバスケットボールをやったりしてたんですけども、その限られた本当に、まあ、そんなに広くない、あ、まあ、他のスポーツ競技から比べたらば、まあ、スペース的にはそんなに広くないんですけど、そういう中で本当にすごい汗をかいて、すごいみんなエネルギーをこう表に出しながら稽古している部分に、まあ、びっくりしたというか衝撃を受けましたね。空手っていうとね、なんかこう私も全く見たこともないし、まあ、近くでですよ、はい、やったこともないんですが、こうイメージ的にはこうちょっと遠いイメージがありますよね。はい、そうですね。僕も最初に近所にできるまでは近くにやっぱりなかったので、うん、生で見たことっていうのはなかったんですよ。うん、はい、なので余計にこう衝撃的でしたね。あ、はい、でも21歳っていうのは出会いからしてみるとやっぱりこう子供の頃からやってる方はね多いですが、遅い方じゃないですか。まあでも一概にはそうも言えないですね。うん、大人になってからやっぱり一生懸命やるっていう方も多いですし、うん、なのでいろいろその本当人それぞれだと思います。あ、はい、21歳で空手に出会ってですね、で空手をされてきたわけですよね。はい、で今所属されているその有芸館、はい、字はこれは遊ぶという字でいいんですかね。はい、そうです ね、はい、遊ぶという字に芸は芸術の芸を難しくした芸に館、はい、
はい、遊芸館とはどういう団体ですか。はい、こちらは1995年に、当館の館主である稲岡館長がですね、はい、水戸に開いたフルコンタクト直接打撃制の空手の道場になりますね。直接打撃制の他には何があるんですか。はい、ノンコンタクトといって、まあ、高校の空手道の部活とかそういうのでやってる、はい、まあ、寸止めっていう空手ですね。その2つに大きく分けると大体その2つに分かれていると思います。はい、はい、遊芸館は直接打撃制、はい、じゃあ当たるんですか。そうですね。それで素足、まあ、練習の時には、特に子供なんかサポーターとか柔らかいものをつけてやるんですけども、あ、まあ、それでも直接当てて戦う競技なので、なかなかハードですね。ハードですよね、はい、なんか肩だけとかそういうのもあるじゃないですか、はい、じゃあもう当たる、痛い。はい、そうですね、肩鍛えないとね、だから余計こう日常とその違うところに惹かれていったのかもしれないですけども、なるほどね、はい、それごめんなさい、もう本当初歩的な話になっちゃうんですが、はい、足も使うし手も使うわけですよね、はい、これなんかルールはその直接打撃性のルールって どうなってんですか。はい、まあ流派によって多少の違いはあれども、うん、基本的にやっぱり素手なので、うん、手による顔面の攻撃はなしですね、禁止で。顔はね、はい、ただ足はどこを蹴っても構わないという形になってますね。足で顔を蹴ってもいいんですか。はい、そうですね。そう、本当ですか。なので受けないと倒れちゃったりすることはありますね、もちろん。じゃあ、まあ、下手したらですね、はい、この間のちょうど金曜日もね、世界戦ありましたけど、ボクシングはグローブつけてますよね、はい、で、まあ、蹴っちゃいけませんけど、ボクシング、グローブつけてない分、足で顔来たら大変じゃないですか、はい、そうですね、はい、まともに当たってしまうと、倒れちゃうことは、歯も折れたりとか、まあ、そうですね、当たりどころによってはそういうこともあるかもしれないですけど、まあ、なかなかそんなには、うん、ないですけど、まあ、そのために、ね、日々訓練されてるんですよね、はい、あー、ハードだ直接打撃性は、はい、その現在ですね、その遊芸館の道場は、はい、いくつぐらいあるんですか。はい、本部道場、水戸の下市にあります本部道場が一つですね、はいはい、下市、はいはい、あと三輪に、三輪道場という、はい、道場があります。それから茨城町、はい、前田に一つと、城里町の中西に一つ、うん、ひたちなかの、平磯に一つと一芸に一つ、はい、あと鉾田にありますね。全部で7つ、7つ、はい、本部が下市と、はい、ということですね。この道場の遊芸館の特色っていうのはあるんですか。はい、まあ、空手の道場ですんで、やはり武道に、大事な礼節であったり、はい、道徳であったりっていうのはもちろん、強く指導してますが、はい、大人の方には、まあ、先ほど、まあ、自分も体験したしましたけども、そういう刺激の部分ですね、年代、年齢、体力に合わせた、うん、まあ、ちょうどいい刺激というものをこちらで提供したいと思っています。うん、子どもに関しては、とにかく空手だけにとらわれずに、たくさんいろんな、いろんなスポーツの種目をやらせたりとか、うん、遊びの中で、体を使うことだったりっていうものを取り入れてやってますね。空手で一番ちょっと関連性のある、はい、活かせるスポーツって何ですか。いろんなこと、本当何でもいけると思います。空手っていうのはその瞬間的にこう力をバーンと出さなきゃならないので、例えば野球であってもスイングだったり、サッカーであってもボールを蹴るときだったり、そういう動きって必ず使ってるんですよね、スキルとして。それをまあ学ぶには空手っていうのは最適だと思います。左右も対称に使いますし、どちらか一方だけじゃなくね、それで片足になってるバランスを取らなきゃならない時間も多いので、まあ本当に成長の前半、子どもたちの部分、今の子どもの時代にはすごくいい、スポーツとして見てればすごくいいものだと思いますね。じゃあ全てのスポーツの基礎が空手に入ってるんですね。はい、そうですね、はい。現在その遊芸館7つの教室道場で何人ぐらいの生徒さん、はい、生徒さんですか、はい、これ生徒さん、そうですね、生徒さんが、はい、300名以上の、はい、人たちが今いつも稽古しているような形ですね。やっぱお子さんが多いんですか。はい、子供も、まあ、トータル的に見れば子供の方がもちろん多いんですが、うん、本部道場なんかは大人の方も半々ぐらいいるぐらい、うん、今結構いますね。あ、はい、上は何歳ぐらいまで。上は60代の方ぐらいまで、はい、います。じゃあ、60ぐらいになって始める方もいらっしゃる。そうですね、その60代の方もまだ入ってそんなに1年は経ってないぐらいです。はい、空手を始めると何が一番最初に変わってくるんですか。そうですね、やっぱり、姿勢であったり、あとは息遣いだったり、そういうのは多少変わってくるかもしれないですね。簡単に息が上がってたのが平気になってきたりとか。でも走り込むわけじゃないんですよね。走り込むわけじゃないですけども、息が、はい、走ったりするよりも
びっくりするぐらい爆発的に心拍数が上がる時間がありますので、はい、じゃ心臓も強くなるわけですねと思いますね。僕あの、はい、姿勢がね、はい、悪いんですよそうあの本当ね姿勢が悪いから腰が痛くなるんですよね、あなるほど、これ良くなりますかね、あのやはり姿勢はこう気をつけていないと、うん、いけないので、でもこう気をつけていると背中凝るじゃないですか、どうですかね、そういう経験があまりないので背中が凝ったってことはないですけど、そうですね、はい、本当姿勢直したいんですが、じゃあ空手始めればいいのかな、遊戯館で、まあ、そこの部分の筋力不足っていうのもあるのかもしれないですねそうですか、はい、さてさて、キッズデザイン賞というのがあるそうなんです、はい、まずキッズデザイン賞って何ですか。はい、キッズデザイン賞というのは内閣府省人の、NPO、はい、キッズデザイン協議会というところがやっている検証制度ですね、はあはい、あの子どもたちの安心安全に貢献するデザインであったり、創造性と未来を開くデザイン、それから産み育てやすいデザインと、この3つの大きい柱がありまして、それに、うん、ミッションこなしているというものに対して、与えられる賞ということになっています。これで、ね、見事に、はい、その遊戯館の、はい、体操ですか、そうですね、受賞されたということで、はいはい、こちらのその体操は、空手の稽古の前半部分、導入部分に10分から15分ぐらい使っているこの体操なんですけども、まあ、一つこういう例えば、ラジオ体操だったりっていう、こういう体操ですって塊じゃなくて、はい、いろんな運動から準備運動に使っているものであったり、はい、もう本当にスキルアップに使っているようなトレーニングだったりっていうものをいろいろチョイスしてきて、うんうん、それで子どもたちにいろんなものをやらせるっていうことですね、本当に、はい、組み合わせたものが悠々体操で、はい、これ悠々、ね、体操やると何分ぐらいかかるんですか。それはそのこれかここからここまでってやっぱ決まってるわけじゃないので、はい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 、組み合わせ次第では5分で終わらせることも、20分30分やることもできると思います。大きく分けて悠々体操4つありますね、はい、はい、そうですね、走る、飛ぶ、はい、転がる、はい、バランス、まあ、この4つが、まあ、要素として、挙げられると思いますね。このキッズデザイン賞にこの悠々体操をこう応募してみようと思ったきっかけは。それはですね、保護者の方で、たまたま子供はもちろん預けられてるんで、三輪道場っていうところで週に1回この体操の部分を特化した体育塾というクラスをやってるんですね、そちらを見学された時に、いやすごいことやってますねと、これはそのまま埋もらせたらもったいないですよということで、その賞がありますからこう申し込みしてみますかっていうような話がきっかけですね。いや、この悠々体操はお子さんから、まあ、さっきおっしゃってた60歳皆さんがやるものなんですね、はい、一般の大人の人たちには、うんうん、こちらの体操の時間というのは基本的には設けていません。あ、キッズ対象だからやっぱりキッズデザイン賞で、はい、そうですね、やっぱり一番その子供たちの今一番育つ時間ですね、うんうん、そういう神経系統であったり反射だったりっていう部分、はい、それを大切にしたいので、子供の稽古には必ず入れてますね。そうですか、はい。いや、このね、今話を聞いていてね、空手というのはやっぱりちょっとどことなくこう、こう親近感がなかったりとか、ええ、やってみたい憧れはあるけど、まあまあ道場がなかったりとかね、はい、そういう人たちも今ちょっとあ、なんかできそうだなって思った方いらっしゃると思うんですよね、ええ、これどうしたらいいですか。もう入れるんですよね、はい、誰でも。はい、誰でも大丈夫です。道場はいつやってるんですか。まあいろんな場所によって全然時間も違うし、うんうんうん、対象の年齢も違いますので、ホームページの方を見てもらうと全部書いてあります、はい、まあ、教室によって違うと思うんですが、道場によって、はい、まあ、昼のクラスがあったりとか、はい、夜、お仕事終わって通うことも可能。そうですね。女性はどれぐらいいらっしゃる。はい、女性は、大人の方ですと、7名くらいですけども、うんうん、はい、子どもたちはもうたくさんいます。あ、7名というのは全部のクラスで。大人の人は、はい、そうですね、7名ぐらいですかね。やっぱまだね、もうどんどんやっぱ女性も興味持ってほしいですよね。そうですね、女子専用の、空手女子会として女子専用のクラスもあるんですけど。本当ですか。わ、はい、かりました。ぜひですね、はい、今川上さんのお話を聞いて空手いいな、やってみたいなという方はですね、お話だけでもね、はい、ぜひ遊戯館で開いていただくと、はい、検索していただくと出てきますかね。そうですね、ひらがなで入れてもらえばもう一発で出ると思います。わかりました、はい、見学も体験もいつでもできますので、
道場に直接来ていただければ大丈夫です、はい、7つの道場がございますんでね、はい、ぜひお問い合わせください、はい、さあ、川上さんが今後考えている、はい、空手について教えてください、はい、まあ、今後の展望は、まあ、せっかくこの悠々体操がキッズデザイン賞というものをいただきましたので、はい、まあ、こちら空手とともに、たくさんの人たちに普及させたいな、広めたいなと思っています。今も茨城町の保育園で、2カ所なんですけども、保育園、はい、この体操と空手と混ぜたものを、授業として週1回取り入れてもらっているところがあるんですね。まあ、そういう形で少しでもこう保育園とか幼稚園とか子どもたちにたくさんこういう体操をさせてあげられれば、うまく体を動かせるようになると思いますので、はい、わかりました。またね、ちょっとお時間来ちゃったんですが、はい、詳しくお伺いしたいのでまたお越しください。はい、はい、今日は一般社団法人国際空手道有芸館川上博さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。